外国人選手でありながら日本通算2017安打を放ち、迷宮界入りを果たしたアレックス・ラミレス。日本で記録した1272打点は歴代助っ人として1位、380本のホームランは近鉄などでも活躍したタフィー・ローズに次いで2位を記録するなど、間違いなくその名を日本に轟かせた大物外国人といっても過言ではないでしょう。また首位打者1回、ホームラン王2回、打点王4回、最多安打3回、MVP2 回とタイトルをことごとく獲得し、ベスト9にも4度選出されています。今回はそんなラミレスがなぜ日本球界入りを果たしたのか、またどのようにして日本での成功をつかんだのかということについてお伝えしていきたいと思います。2001年にヤクルトへ入団したことをきっかけに日本でのキャリアをスタートしたラミレスですが、実はヤクルトに入団したきっかけはラミレスの人柄にあったといいます。当時ヤクルトの国際スカウトを務めていた中島は、初めてラミレスと対面した時の印象が最終的にラミレス獲得につながったと語っています。その頃のラミレスは所属していたインディアンス傘下の AAA バファローズバイソンズで打率2割9分9厘、ホームラン34本、打点103の成績を残し、シーズン終盤にはメジャーに昇格した23歳の有望若手選手であり、インディアンス関係者からはこの選手は出さないとお達しがあるほどでした。そんなある日、中島が選手のスカウティング目的で現地視察をしていると、ラミレスの方から笑顔で声をかけてきたことがあったそうです。中島は見ず知らずの日本人に対して異様にフレンドリーに接してくる、その性格が印象に残っていたそうで、なんかこいつとは気が合うなと思っていたといいます。その後、2000年シーズン途中にラミレスがパイレーツへトレードされ、新天地での試合でラッキーを犯してから首脳陣の信頼を失い干されていると情報を得た中島は、ここぞとばかりにラミレス取りへ動きます。しかしもう一人、ダイヤモンドバックスのマイナーに規格外のパワーヒッターがいることを知り、どちらを獲得すべきか悩んだ末、最終的に自分に笑顔で挨拶してくれた性格的にも明るいラミレスを獲得すると決断しました。ここからラミレスの栄光への道のりがスタートしたのです。ちなみにラミレスと獲得を迷っていた選手は後に西武入りするアレックス・カブレラだったそうです。ラミレスが日本行きを決めた理由、それは当時フロリダに買ったばかりの家と車にだいぶのローンが残っており、当時のアメリカでの年俸では払いきれなかったためだとカミングアウトしています。日本でプレーしたらこの家のローンも車の残金も払えるよと当時の奥さんを説得し、1年間だけ日本でお金を稼いだ後すぐにアメリカに戻る予定だったそうです。また日本の野球に対してもとてもレベルが低いと思っていた、俺が日本で野球を教えてやるといった感じで日本の野球を下に見ていたと語っています。ところが1年目の序盤はリーグ最多の三振を喫するなど、自身の予想に反してなかなか結果を残すことができなかったラミレスは、日本の野球はメジャーとは異なる、適応しないといけないと日本の文化を尊重し、それまでのプライドを捨て自らの野球を学ぼうと努力したことで、来日1年目から138試合に出場し、打率2割8分、ホームラン29本、88打点という好成績を残すことにつながりました。はじめは日本球界を見下していたラミレスでしたが、日本の文化や温かく見守ってくれるファンに魅了され、次第に日本への愛情が込み上げてきた結果、2019年には日本国籍を取得し、その会見の場で、私のいるべき場所はどこかと考えた時に日本が一番だと、やっと夢が叶った、感謝しかないと語ったほど日本の虜になったのでした。現役時代には前人未到の3度の三冠王を達成し、史上最強打者との呼び声が高い落合ですが、過去にテレビ番組の中で最強の右バッターはという質問に対し、ラミレスの名前を挙げました。その理由については、賢い、自分が何をすべきか最善の策をよく知っていると答えています。また落合が中日ドラゴンズの監督を務めていた際には、当時のエース川上のカットボールをよく打たれていたそうです。落合曰く、ラミレスの特徴としては、この球は必ず振ると決めたらどんなボールでも振ってくる打者だったそうで、そこで少し甘く入った球は的確に仕留めることができる技術がありました。そんな落合に対してはラミレスも本物のレジェンドと敬意を表し、中日相手にホームランを打った際にはいつも落合に会釈をしていたそうです。そこには一流選手同士にしかわからない師弟関係のようなつながりがあったのでしょう。最強に最強と認められたラミレスは、間違いなく球界に名を残した好打者の一人なのではないでしょうか。横浜ベイスターズと中日ドラゴンズで正捕手を務め、現役時代にはラミレスとの対戦経験もある谷繁は、
当時のラミレスの印象についてこのように語りました。これには当時ヤクルトで正捕手を務めていた古田の存在が大きかったようで、古田からは相手キャッチャーを分析した方がいいとアドバイスを受けたそう。ラミレス曰く、メジャーでは投手が投げたい球を投げるのが主流となっていますが、日本では約9割がキャッチャーが投手に投げる球を要求し、ゲームを支配しているのだと言います。そんなアドバイスをもらったラミレスは、セリーグ全球団の捕手の傾向を試合が開催される球場ごとに解析していたそうです。その結果、どんな状況にあっても捕手の配球が頭に入っているため、対応することができたのだと言います。また谷繁は、ラミレスは詰まってもヒットを打つことができたと言い、なんとか詰まらせた打球でアウトを取るように配球しても、それをヒットにしてしまう力がラミレスにはあったそうです。その理由についてラミレスは、しっかりとインサイドアウトでスイングすることができていたためだと語っています。ただラミレスは谷繁の配球について、すごく良くて僕には効果的だったと当時の苦悩を振り返っていたのでした。2008年にラミレスがジャイアンツに移籍してからは、4年間チームメイトとしてプレーした高橋は、ジャイアンツが生んだ代打者、松井秀喜を引き合いに出し、ラミレスのことを称賛しました。ラミレスがヤクルトに在籍していた際には、パワーがあるのに難しい球もヒットにできてしまう、いやらしいバッターだな、と感じていたという高橋。同じチームでプレーすることになった頃のラミレスは、長打も打ててアベレージも残せるような最も脂の乗っていた時期であり、間近で見ていた高橋もこれぞ4番だと驚愕していたそうです。ただラミレス自身はジャイアンツに移籍することは絶対にしたくなかったと振り返っています。その理由は、勝つことを宿命づけられた名門チームがゆえ、一度スランプに陥ると必ず2軍に落とされるイメージがあったからだそうです。しかしながらラミレスはジャイアンツでもそんなプレッシャーを微塵も感じさせないほどの成績を残し、移籍1年目と2年目にはリーグ MVP を獲得する活躍を見せたのでした。2001年シーズン、ラミレスと共にチームを牽引し、見事に日本一へと導いた宮本。19年間の現役生活の中で数多くの外国人選手と接してきた宮本は、過去に来日した外国人の中に技術的にはラミレス以上の選手は他にもいたかもしれませんが、日本球界だけで2000本安打を達成し、監督まで務めた唯一の存在でありながら、明るいキャラクターで誰からも愛されたラミレスは日本で成功した一番の外国人と語っています。ラミレスが他の外国人選手より勝っていたこと、それは絶対に日本で成功するというハングリー精神だったそうです。相手投手の癖を見つけるのがうまく、周りの選手が苦戦している中でもラミレスだけは悠々とヒットを打つことも多かったそう。入団当初は外に逃げる変化球にバットが空を切ることが多かったラミレスですが、徐々にバットが止まり出し、その結果1年目から期待通りの成績を残すことができた要因としては、日本球界へ対応するための頭の良さがあったからだと宮本は評価しています。そんなラミレスが横浜 DeNA ベイスターズの監督を務めた際には、現役時代と変わらずデータを駆使した采配を見せたことに対し、ラミらしいなと思っていたという宮本なのでした。ラミレスが来日当時ヤクルトの監督を務めていた若松。そんな若松に対しラミレスは、若松監督が我慢して起用してくれたことで結果を出すことができましたと語っているほど、ラミレスの成功を語る上では切っても切れない存在の若松ですが、打席ごとに熱心にメモを取ることを怠らず、言葉が通じなくともベンチで仲間を鼓舞するラミレスの姿を回想しながら当時の状況を語りました。メジャーを経験した選手でありながら、内野ゴロでも全力疾走を怠らなかったその姿からは、鬼気迫る思いを感じていたそうです。来日当初はパワーで引っ張った打球を打つことしか考えていなかったラミレスに対し、右方向へ打つ意識を植え付け、打者として新たな次元に導いたのも若松でした。ラミレス自身が監督になった時も、結果が出ていない選手を我慢強く起用することができたのも若松から学んだことと述べています。これまで日本には数々の外国人選手が夢をつかむべく来日してきました。しかしながらその多くが日本の野球に適応できず、静かに去っていきます。その中でも当初は日雇いバイトのような気持ちで日本にやってきたラミレスでしたが、すぐに日本の野球に魅了され、成功するための術を自ら追求し、結果を出し続けたのです。そして何よりもラミレスが素晴らしかったこと、それは日本人をリスペクトしていたことではないでしょうか。そんな彼の謙虚さが日本という異国の地で誰からも愛され、成功を成し遂げたことにつながったということは言うまでもないでしょう。今後ラミレス以上にファンから愛される外国人助っ人は現れるのか、楽しみに待ちたいですね。
それでは今回の動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。